はじめまして、ルークさん、いまいちわからないですが、インボイス制度って何なんですか？会社のメリット、デメリットって何かあるんですか？会社はほぼないですね。1000万円以下の個人事業主の場合って、じゃあ、例えば僕がじゃあ1000万円以下の個人事業主だとして、漫画を描きました。で、この漫画買ってください。コミケで売りました。で、1000円で1万人の人が買ってくれました。1000万個じゃな。じゃあ、800円で1万人の人が買ってくれました。その場合って、800万円の売り上げがあるじゃないですか。で、厳密に言うと、その800万円の売り上げには消費税は含まれているので、10% を国に払わなきゃいけないんですよ。なので、800万円の売り上げが上がったとしたら、80万円は消費税なので、国に払わなきゃいけないんですけど、ただ、売り上げが1000万円の小規模事業者は、消費税を国に払わなくても良いっていうルールがあるんですよ。なので、その売り上げ800万円の僕は、消費税、本当は80万円国に戻さなきゃいけないんですけど、それを払わないで、まるまるその800万円売り上げできるんですよ。ただ、じゃあその1001万円だった、売り上げが1001万円でしたっていう場合は、1000万円超えちゃったので、10% の消費税を国に払わなきゃいけないんですよ。なので、901万円が手元に残って、100万円を税務署に払うっていうのをやらなきゃいけないんですよ。っていうので、その、要は1000万円以下の事業者って、消費税払わなくていいので、10% 分得してたんですよ。ところが、インボイス制度っていうのが始まると、その1000万円以下の事業者だったとしても、その 10% は国にちゃんと払わなきゃいけませんよっていう仕組みになるので、その1000万円以下のその事業者っていうのが、要は実質的に10万円分、その手元に残るお金が減っちゃうんですよ。っていうのがあって、要は 10% 分の実質増税っていう形になるんですよね。そのフリーランスとかだったりっていう、その1000万円以下で働いてる人にとってみたら。まあ、とはいえね、コミケで売り買いしてる人が全員税金払ってるかっていうとかなり微妙な問題なんですけど、とはいえそういう感じで、そのフリーランスの人の売り上げが基本 10% 減るっていうのは、フリーランスで1000万円以上売り上げてる人って大体少ない可能性なんで、あんまり金持ちじゃなく1000万円以下の売り上げでなんとか生活してる、その個人事業主の人っていうのが 10% 収入手取りが減るっていうことになるので、結構きついよねっていう話だと思います。まあ、僕はただ別に取っちゃっていいんじゃねえのって思うんですけどね。生活苦しい人には生活苦しいっていうのに対してベーシックインカムを配るとかで、その要は生活苦しい人だったらじゃあ苦しいんだから補助しますっていうのと、ちゃんと儲けてるんだったらちゃんと税金払いよっていうのは別の話なので、なので別に400万儲けてるんだったら40万消費税取るし、で360万で暮らせねえよっていうんだったら補助金出すっていう形で、一律 10% 取るっていうのが当たり前なんで、それ取った方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。はい。